こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの伝語辞典から伝語を選び、その解説文を読んでから後でその伝語を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一夜落下の雨です。これは一夜落下の雨、満場流水かぐわしの上の句で、意味は夜中に激しく降った雨のために花が散ってしまったけれど、その花びらが川面に浮かんで町全体が淡い香りに包まれているということです。尊い教えが説かれ、聞く者すべての心が春の花のような輝きで覆われている様の比喩です。それでは今から一夜落下の雨を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。